アロハ、皆さん、こんばんは。皆さん、最近ね、体調の方はいかがでしょうか。私はね、なぜか最近喉がね、ちょっと痛かったんですよね。風邪をひいたわけでもないんですけれども、体調がね、悪いというわけでもなかったんですよね。でも、喉が痛くて、なんかね、違和感を感じていたんですけれども、私はね、そんな時何をするかというと、私は重曹でね、うがいをしますね。ガラガラってね、うん、これはね、効きますね、うん、本当にね、効きますね。効かないわけがないわけなんですよね。それはね、なんでかっていうと、重曹ってアルカリ性なんですよね。強いアルカリ性なんですけども、菌はね、アルカリの環境下ではね、生きられないんですよね。死んでしまうんですよね。だから重曹でうがいをすると、喉にね、潜んでる菌が死んでしまうので、効くという感じですね、うん。カビね、菌ですよね、真菌ですよね。だからカビにも効きますよね、重曹は。だから黒っぽいね、ところを見つけたら、私は重曹をね、すり込みますね、うん。そうするとね、消えます、はい。皆さんもね、どうぞお試しください。なんかね、うがいでね、まあいろいろありますよね。家庭のね、療法っていうんですか、まあいろいろある中で、私が一番効くなと思っているのはやっぱり重曹ですね、うん。なので皆さんね、よかったらお試しください。私はね、おかげさまでね、ハワイにね、来てから、まあ特になんですけども、すこぶる健康でしてね、うん、本当にね、ありがたいことなんですけれども、唯一ね、偏頭痛持ちなんですよね。これはもう、なんでか原因もよくわからないし、最近はね、でもね、頻度がね、少なくなりましたね。よく、本当に嬉しいんですけれども、以前はね、1ヶ月に1回、2ヶ月に1回ぐらいも、すごいひどい偏頭痛が来ていて、もうね、私はね、薬を飲むのが嫌いでして薬をね、飲まないで、どこまで痛みに耐えられるかチャレンジをね、毎回するのでね、うん、もう本当にね、どうしようもない時は頭痛薬をね、一錠飲むんですけれども、それでもね、戻しちゃったりするんですよね。もう受け付けないというか、体が、うん。なのでね、最近はね、なんか深呼吸をしたりしてね、深呼吸をしている間ってね、頭痛がね、消えるということをね、発見したのでね、もうとにかく深呼吸をしまくって、痛みがね、消えるのをね、じっと待つという、あら療法をしているんですけども、今日ね、たまたまラジオ聞いていて、アクティベーティッドチャーコール、食用活性炭ですか、日本語で言うと、これがね、頭痛にいいとか言ってましたね。炭ってね、重金属とかね、毒素をね、吸収して、体外にね、排毒するっていうね、非常に素晴らしい効能があるんですよね、うん。だからちょっとね、アクティベーティッドチャーコールをね、飲んでみようかなというふうに思ってますね。もしかしたら重金属がね、たくさん蓄積、まあ長年ね、まあいろんなものにね、含まれてますよね、重金属って。うん。なのでね、それでちょっとデトックスしてみようかな、なんていうふうにはね、思ってますね。それでね、まあ今日お医者さんについてね、ちょっと考えてたんですけれども、お医者さんってね、私のもう本当に自分の考えなんですけども、エマージェンシーのね、緊急の時に患者さんを助けるというのはね、まあもちろんありがたいお役目だと思うんですけども、
その他にはね、一番大切なのはやっぱり患者さんね、まあファミリードクターみたいな感じでね、患者さんのやっぱライフスタイルとかもちゃんと見ていて、病気とかね にならないように食生活とか、まあメンタルケアとかね、そういうのをサポートするというのが本来のねお医者さんのね役目なんじゃないかなって私今日ちょっと思ったんですよね。お客さんっていうか患者さんにねそういうサポートしないで、でその患者さんがねすごい悪い食生活とか精神的にもちょっと病んでるとか、それで病気を引き起こして治してあげる、それでお金儲けをする、それってね医者として失格なんじゃないかなと思うんですよね。本当に一番注力しなきゃいけないというのはね人々の健康を、健康づくり、基礎から、で日頃からサポートする、モニターをしてサポートする、アドバイスする、でトータルケアっていうんですかね、これが本来のねお役目なんじゃないかなと思うんですよね。まあ私の動画をね お医者さんが見てくれてる可能性はよくわからないんですけども、そうあるべきであってほしいなというふうに私はね思いますね。でまあね、そういうお医者さんっていうのはね、もしドクターがね、ホームドクターがそういう方なら皆さんラッキーだと思うんですけれども、そうじゃなかったらね、やっぱり自分は自分で守るしかないですので、いろいろねご自身でね勉強されて、自分に一番合ったね健康法をね皆さんもどうか見つけてください。はい、ということでね、今日もね私のお話にお付き合いくださいましてありがとうございます。今日もね皆さん一日お疲れ様でした。どうぞね良い夜をお過ごしください。私はねもう11時回りましたので、ハワイ時間ね、もうねグーグー寝ます。皆さんおやすみなさい。また明日会いましょう。マハロー。